の旅クラブ。旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズの提供でお送りします。さあ、今日は日本航空で行くとっておきのイギリス旅行をご紹介します。はい、国内旅行もうご存知かなちゃん、はい、JJ ツアーって日本航空グループ、日本航空とか JTA ね、日本トランスオーシャン航空とジャンボツアーズとのコラボレーションでやってるやつなんですが、はい、JJ ツアーが誕生15周年を迎えまして、今度羽田空港からロンドンに直行便を新たに飛びましたので、これをジャンボツアーズと日本航空沖縄支店で共同企画で6日間で作りました、はい、沖縄から日本航空で羽田の方に行き、羽田から直行便で飛びまして、翌日の朝6時に、ロンドンヒスロー空港に着きまして、ロンドンから西方約200キロのところにイギリス人の心のふるさとっていうか、イギリスの中でも最も英国らしい風景の、コツウォール地方の方にご案内します。最も美しいと言われています、バイズリンの街とか、はい、ボートオンザウォーター、こちらはね、かなちゃん別名コッツウォルズ地方のベニスとも言われてます。へー、行きたい。この辺りを楽しんでいただいて、そして、ストラフォード・エイボンで、まあ、シェイクスピアの世紀にもご案内します。この地方で一泊していただきまして、翌日紀元前2500年から2000年前に何か作られたと言われてます世界遺産のストーンヘッジの方に行きます。そして南イングランドの白い断崖絶壁の素晴らしい絶景ポイント、セブンシスターズの方にご案内します。さあ、その後ロンドンでの2泊はあの沖縄にもありますね、ヒルトンホテルでご用意しました。翌日はロンドンの市内観光、世界遺産のウェストミンスター寺院とかビッグベインとか、世界三大博物館の一つと言われてます大英博物館とか楽しんでいただいて、午後はフリータイム、添乗員とご案内を求められる方につきましては、テムズ川のクルーズと、ハローズの百貨店でのショッピング、お昼食と夕食をつけたオプショナルツアーをご用意しました。さあ、今回はですね、 JAL さんご協力いただきまして、ワンランク上のくつろぎの旅をということで、プレミアムエコノミークラスが、1月14日7万円アップ、その他の出発費が8万円アップでご用意しました。そして日本航空の最新鋭のボーイング787の水平フルフラットのビジネスクラスが今回、お試し体験ということで、2月1日は17万円アップで、 JAL ですよ、 JAL のビジネスクラス17万円アップ、2月の15日出発が18万円アップでご用意しました。このチャンスに日本航空でロンドン、イギリス満喫しましょう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。来週はクルーズツアーですね。はい、来年2月1日久しぶりに那覇の若さからクルーズで行きましょう。お楽しみに。